メガロポリス、メガロポリスは多くの大都市が深い関係を持って大城に連なっている地域のこと。フランスの地理学者、ジャン・ゴットマンが政治、経済、文化の中枢的機能の集積においてメトロポリス以上のものであることからメガロポリスと命名した。ボスウォッシュと太平洋ベルトの比較アメリカ合衆国北東部ニューヨークを中心に ボストンからワシントン DC までの大西洋沿岸の都市群のことを言い、周辺の衛星都市を含め全長約7 0 0トルにわたる都市群が形成されている。英語でのスペーリングはボズウォッシュで北端であるボストンの BOS 南端であるワシントン DC のウォッシュを組み合わせてできた言葉である。ここに含まれる主な大都市圏は北東から南西方向に ボストン・ハートフォード・ニューヨーク・フィラデルフィア・ボルティモは、ワシントン DC などである。IB リーグの大学や、その他の主要な大学、研究施設も多くあることで、学術面での集積も見られる。東京・名古屋・大阪に至る、新幹線や、在来線、高速道路や一般国道などで結ばれた、太平洋、ベルト地帯東部までの都市群を、東海道メガロポリスと呼ぶ。 日本が高度経済成長期を迎えた頃に行われていた国土政策全国総合開発計画の頃に盛んに使われた言葉である。次の計画である新前層では西日本国土軸と呼ばれ北東国土軸、太平洋新国土軸などの整備も検討された。21世紀の国土のグランドデザインでも計4つの国土軸形成を目指すとされている。 アメリカのメガロポリス、ボスウォッシュに習って名付けられたものであり、当時、政治、経済、文化の最先端を目指して邁進していた、日本の状況を表している。政治、経済のみならず、製造業の工場、大学や研究機関、プロ野球球団や J リーグのサッカークラブなどの集積も見られる。西ヨーロッパのメガロポリスであり、イギリスの南部イングランドから、 イタリア北部のミラノに至る都市域を指す。ブルーバナナの語源はこの回廊がバナナのように湾曲した形であることなどから、ホットバナナとも呼ぶ。この都市域に包含されるのはマンチェスター、ロンドン、アムステルダム、ブリュッセル、デュッセルドルフ、フランクフルト、シュトットガルト、ミュンヘン、チューリッヒ、ミラノ、トリノなどである。人口や経済、工業が世界で、 最も集積するエリアの中の一つである。1989年にフランスのロジャー・ブルネが代表を務める地理学者、グループ、ルクルが提唱した概念である。およそ9000万の人々がブルーバナナに居住する。香港、マカオ、新鮮、甲州などを中心に、近郊の中山やトンガン京州、酒海などを含む玉江の入江地域を指す。 特別行政区である香港山間を除いた地域は中華人民共和国の関東省。もともとは関東人が暮らし、関東語が話されている地域だが、香港を中心とした経済発展で関東省以外からの流入人口が急増。実数は域内人口は4000万人を超えるとされ地球上で最も人口の集積した地域の一つ。また、 東京やニューヨークを超えるグレーターベイエリアを目指す中国政府の掲げる越港、沖大湾区構想に基づき港玉、沖大橋や高深市港高速鉄道などで一体化も推し進められている。ありがとうございます。